ぶり。今回は三国志14パワーアップキット実況していくんだぜ。前回は曹操軍と開戦し、三都市を攻略したところまで。曹操軍は攻略したての序南一都市に追い詰めたんだぜ。前回攻略してもよかったかもだけど。そこあたりは大人の事情があるんだぜ。そういうことにしておくか。曹操軍は作詞始末して、その後に控える引きこもりどもを相手にしなきゃないんだぜ。その対応のために再配置もなかなかに面倒いかも。頑張るしかないな。今まで頑張りしかないけど。その頑張りもあと少しだから。駅州まで行けば終わりだと信じて走り続けるだけだな。頑張ろうじゃないか。ちなみに引きこもり遊園軍は、こんな感じ。武将は1都市10人計算か。多いんだか少ないんだか。兵はやたらに多いから気をつけないとな。県内にまでこんなにいるのか。甲州からの駅州入りは至難の業になりそうなんだぜ。指導に。艦中、常用とかなりの兵がいるな。今さら深夜にかなりの兵を送り出したみたいだな。ずっと10万規模の兵を抱えていたからな。そんな中巨大にできない内政力もなんともだけど。本当にな。前回の巨匠攻略で私たちは巨匠に入れなかったから。そのまま序南を攻める。この時代、巨匠が中規模なんてことがあるのがな。係争地になること自体が珍しい都市な気がするから。今回は弱小勢力を支援したせいか、都市の規模がしょぼいところが多いんだぜ。ようやく甲府の東洋に成功。あんまり嬉しくはないけどな。十分じゃないけど、もういいかな感もあるし。戦える武将がもういないのもあるしな。はいはい、返してあげますよ。どうせ首にできないしな。南蛮武将ダブル攻め。南蛮武将が優秀と思えるくらいに武将がいないからな。遊園軍も人材不足か。戦える武将は数えるくらいしかいないしな。となると、曹操軍から流さないように気をつけねば。迎撃したな。撃退できそうなのがまたな。長領は逃げたか。どっちにせよ、攻略は無理だな。南蛮武将が撤退したところで妖務たちの出番。城兵も少ないしサクサクと攻略して次の準備に入るんだぜ。この程度の存在なら気にならぬ。追加が来てるけど、ワンチャン取られる可能性があるから警戒したいところ。工場兵器がないから大丈夫だと思いたいが。警戒はしておかねばな。取り憑かれる前に落とせ。第二形態、城兵のヘリが加速するはず。取り憑かれたタイミングで序南攻略完了。ギリギリだったかもだな。取られる危険性があるのは怖すぎる。これで曹操軍は滅亡。ここまで伸びなかった曹操軍も珍しいが。周りが強すぎたんだと思う。だろうな。移動とかが短くなるのは助かるかな。何かと移動距離が伸びているからな。あとは誰が投用できるか。最悪誰も無理まであるな。いない。そう一族がいるから絶対いるんだぜ。曹操三人娘がいるな。悲しいのは多分無理というところだな。長春家はどうかな。許されているといいんだが。全員ダメとか。これから処断するから絶対無理になるな。まあ、5人だけだしいいか。あとは処断で。曹操を逃すことはできないからな。高校の憂いは畳めば。これで総一族も終わりだ。もなし。あとは捕虜にして逃げるのを待つのみ。解放するのも尺だからな。開戦前に遊園軍の状況を。武将はどんなもんだ。長領がいるし。逆に考えろ、長領がいなかったら貢献価格が第一の将だったことに。ひどい話だ。一応玄関あたりがいるが。それでもだな。開戦直前、国境沿いの都市はほぼ10万都市に。うん、しょぼい。今まで戦ってきた勢力と差が激しいな。怖い武将がいないんだもんな。遊園軍の姿勢を少し拝見。あれ、下降トンに軍王がいる。戦闘は少ないながら最大限といったところだな。魚鱗と奉仕がレベル7なのはきついかもな。
使える武将がいなければどうということはないんだぜ。それもそうか。武将の質はかなり低いかも。少量に加工トン、文王を処理したらあとはという感じだな。玄関も少し怖いけど。南蛮武将には気をつけねばな。早いところ南蛮と手を切らせないとだな。準備期間が多い。ついに開戦の時を迎えたんだぜ。やってやるか。最初の目標は新野。長安、永安方面では防衛に努めるんだぜ。まあ、永安方面は全然攻めてこなかったけど。長安方面は盛んに攻めてくるけどな。予想通り、兵が霊の効果に攻めてきてる。それも長領がな。そんな仕事他のうぞうむぞうにさせろと。自分の第一の将にやらせる仕事じゃないな。あとはめちゃくちゃ罠とか障害物があるから気をつけたいところなんだぜ。深夜と重要に動きが。こっちに来るか。なんかした。まさかの重要攻めか。想定外だな。少し手薄ではあるが。手当てしないとまずいかも。いました。天水か。天水も誰もいないからな。天水だけにしか攻めてこないから、長安から援軍を出せばなんとかなるだろ。長安には宝山城と勘銀兵がいるからなんとかなると思うし。問題は重要だな。重要から攻めてきてるのは少し大変かも。縁から牽制もできないしな。永安からば運力を派遣し、長子弟の二人で迎撃していく。長子弟は長い間歩兵してたからなまってないといいんだが。ほんとこの時までほぼほぼ歩兵一本だったからな。重要もやばいけど、長安方面もやばそうなんだぜ。結構な規模で、全部天水からちと厳しいかもしれん。長安攻めなら手はあるかもだけど、なんか苦戦してるかも。上陸直後を襲ったせいだな。上陸して少ししてからの方が良かったのか。数少ない武将を捕まえてやった。どんどんと首を取っていこうじゃないか。うぞうむぞうばかりだけど、兵がいないとどうしようもないかも。輸送しようにも送る場所がないしな。永安から送ったら永安が危なくなるし、早いところ深夜を攻略し連絡を確保すべきだな。旅行周りじゃ時間がかかるすぎるし、深夜の城兵が7万以上だからかなり警戒中。来たか。でも、7000だけ。どんどん処断していけ。取り切れば少しずつ楽になっていくからな。貢献って上の方の武将だった気が。遊園は采配も知らぬか。やるなら全力で全員で迎撃だな。押し包まれれば私たちも危ないからな。貢献撃破。7000が一瞬で吹き飛ぶ世界なのを覚えておけよ。龍炎軍が長陽に攻めてくるぞ。なんとか耐えるしかないな。こっちはこっちで長陽と戦闘中。撃破完了。さらに捕まえた。もうこれで楽勝になるじゃないか。迎撃開始だ。工場兵器を潰さねばならないようでな。勝者はなんとかなりそう。危ないのは西蘭だな。長安方面では、天水に攻めてきたのは撃退して、はい、残りは撤退したので、長安に攻めてきているのの対応に移っているんだぜ。ゆっくり見てる余裕はないけどな。どんどん撤退しつつ西蘭予判に迫る。取り憑かれたらやられると思った方がいいんだぜ。重量取られたらかなり厳しくなるからな。絶対死守しなきゃないんだぜ。なんとかたどり着いたから。誰が返すか。この猛獣はこちらで殺処分しますので。逃げるな。ほんといい感じに逃げていきやがるな。ここで長子弟が仕掛けていった。龍炎軍の軍師を潰したらかなりでかいんだぜ。武力は倍以上の差がある。勝ちは確定だから、あとは討ち取りか捕獲に期待だな。すぐに終わらせてやろう。完全な一撃。撃ち取り来い。相手が悪かったようね。ダメか。なかなかうまくはいかんな。私たちは迎撃を警戒して慎重に動いているんだぜ。壊滅したら二の矢の準備に時間がかかるからな。なんかわけわからない軌道をしてる片方を撃破。あの動きは何を意図してるんだ。核撃破。捕まえた。龍炎軍は軍師も失うのか。開戦直後からかなり厳しいことで、
第2形態になったけどどうにかなる。深夜は深夜で。どうしました？はい、頑張って建設物破壊して進んでたスクリーンガスの占領した。はい、となればやるしかないな。迎撃してこなさそうだし、やっちゃうか。このタイミングで来たらそれはそれでだな。始めますか。迎撃がないだと7万もいてしないのか。武将も5人いるのに。予算撃破して重要防衛はなんとか完了。まだいるが補給線切れたしすぐに終わるだろ。問題なく深夜攻めが始まってるのがまた地味に追加が来ていたり。最悪深夜から援軍を出せばいいだろ。迎撃がなければもう終わりって感じだもんな。第2形態、このまま何もなく落ちるの？そんなことしているから曹操軍にもやられるんだぜ。曹操軍の時と違って兵はいっぱいいるのに。最終形態、5万近くがこもる城を落とすのは初かもしれない。なかったとは言えないかもだが。レアケースではあるな。監視は統率86兵。90が見えてきたな。重量は超指定が帰っても8000程度か。核を捕まえる大戦果を上げたし問題なかろう。契約がなくなるかもなのはいいかも。徴兵5万人近くを残して深夜を攻略。この徴兵を全部回収できれば最高なんだがな。さすがにそれは無理だな。全員初段で。貢献がいるじゃないか。救援軍は上からどんどんお亡くなりになるのかも。ひどい話だな。徴用もここでさようなら。それで統率100になってるのはすごいな。各地で救援軍が動き出してる。長安方面も危ないかもなんだぜ。というわけで、曹操軍を滅ぼし救援軍と開戦したところで今回がここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。